夜になっちゃったよ。まあ前回からちょっと日を改めてやってるんで、まあ当たり前なんですけれども、夜ってことはね、エグザクトリー平日にやっておりまして、やっていきたいんですけれども、こっからどんどん西に行って朝霧市に行こうと思ってるんですが、焼けた塔って言っていいんか、行く必要ある？あ、焼けた塔とさ、なんかもう一個なんか滅びたスターみたいなやつあるじゃん。行く必要あったっけな。なこっちなかったっけ。あれ、あ、焼けた塔だけだっけ。まあいいや。じゃあおじいちゃん家帰りな。もう お母さん待ってるよ。お母さんとお嫁さんが息子の、まあ、ここ自転車行けるんや。君はどっから来たんだい。え、若葉タウン。はあ、宇津木博士がいらっしゃる町でしょ。随分遠くから来たんだね。やろ、頑張ったんや。このミラクルサイクルと一緒にさ。まさか、でも実際ここまで来れると思ってなかった。38番道路、朝霧シティエッジシティ。怖いから降りますけどね。自転車から。ん？怖いな、ここ。いや、怖い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 。アイテムとかだ。うわぁ、まあいいわ。ないし、こっち行けんの。あ、ぶねぇ、びっくりした。あぶねぇ。うわ、ラッタや。ラッタ出るよ。ありやな、ラッタ進化系出てくんのか。いや、ラッタはあー疲れる。いや、コラッタ使われたけど、使われたからちょっと俺はもう、あんなラッタ使うやつがいるなんて、ほんとラッタも嫌いになっちゃったから。ラッタね、コラッタね、ラッタ捕まえて行きたいな。どうしよう。まあ一旦逃げられないし。いや、正直必殺の前歯とか怒りの前歯が使えると思うんだよな。捕まえるか。やっぱなんかダメージ食らってなんか尺だし、俺のものになれ。おい、マジ？ふん、バカめ。意地でも捕まえてやる。ノーマルタイプって意外といないんだな、持ってるパーティーで。まあ、耐えれるメンバーっつったら、ワニちゃんかな。いや、殺したらな、やり直しってのがしんどいな。コビ売るな、急に。急にコビな、ワニの先輩みたいな感じでコビを売るな。強っ。ピュ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 。水鉄砲だとしてももうちょいさ、威力あるよな。シュプラみたいな感じの、チャポポみたいな感じの威力なわけないもん、水鉄砲。あれ、手洗った後に水しぶきって名前変えた方がいいぐらいの量やったけどな。早く。捕まんねえかな。進化系やから難しいんかな。あ、できたわ。そんなことなかったわ。よしよしよし。オッケー。ラッタ、ネズミポケモン。硬い牙で何でもかじる。コンクリートでできたビルすらかじって倒してしまう。害虫やないか。シロアリやん。シロアリって実はアリの仲間じゃないんですよ。知ってました？忘れたけど、なんかゴキブリ的なやつだった気がするな。まあ、ネズミ成分だけでいくか。入んないから無理やり入れるけど。スチアートにしよう。ちょうどオスだし。お得な掲示板。ポケモンが進化しそうな時、B ボタンを押すと、びっくりして進化やめます。これを進化キャンセルと言います。いや、いい迷惑だろ、ポケモンからしたら。え、進化できないんすかってなるやん。進化したいかもしれないな。詐欺して演じて、どこ行けんだろう。わー、一歩ずつも。よし。よしよしよし。なんだ、あの虫。あ、これ、モーモーミルク売ってんじゃない。あ、出が悪いとか言ってる方か、まだ。もしかしたら、大丈夫かな。よし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 。
実のなる木がある、ハッカの実がある。普通に食べ物来た。オス、こんにちは。ミルク関東に出荷してるんだ。でもミルタンクが美味しいミルクを出してくれんと、オラたちも困るんだ。出しないの、やっぱミルクを出さなくなってんだ。木の実をいっぱい食べさせれば。なるほどね。木の実か。あ、これここじゃない、もしかして。もう元気はないの。たくさん木の実をあげないと。マジ。もあげよう、あげよう。クイーサ、木の実ってさ、ガチ木の実持っては、あ、いや、本当に木の実じゃないといけないんだ。グルメやな、こいつ、マジで。うまー。この並びには意味があるんかな。何の意味もねえわ。みんな生き生きとしてるわ。木の実いっぱいいんの。木の実なんてそんな拾ってないよな。なるべく戦わずに行きたいの。で、ここ降りるとして、なんかいるだろう。木によっていろいろ、いろいろです。いやー、まあだとしてもな。いない？あ、いない。オッケー。うわ、怖。着いた。アサギシティ、最も離れた異国に最も近い港町。最も離れたって言った、今。遠く離れた異国に最も離れた異国の地。ん？ちょ待って。おい、ライバル。ちょ待って、テンポ早くない？俺はお前みたいに弱いやつ相手にしない。弱いといえば、ここのチームリーダーもいないぜ。東大で弱ったポケモン探してるってよ。バカバカしい。弱ったポケモンなんかほっとけばいいのさ。戦えないポケモンに何の価値もないからな。お前、東大で修行したらどうだ。ちょっとは強くなるかもしれないぜ。なんでアドバイスしてくれるんよ。強くなって俺と戦いたいってか、あいつもなんか悪いやつじゃなさそうやわな。アサギシティポケモンチームリーダーミカン、鉄壁ガードの女の子。スカートの中っつってもちょっとやめてくださいっていうんやろうな。さすが守りが堅いわ。海を渡るつもりか、なら話を聞け。海賊王か。いいか、ここから丹波までところどころ渦を巻いている。特別な技を教えないと海の上は進めるぞ。これがね、渦潮っていうね、ここだけ、この金金クリスタル版だけ秘伝技の渦潮がね、もらえるんです。大きな上も押せないだろう。こいつを使って怪力の技を教えたらって、これ超強いぜ。それ秘伝マシンは覚えさせよう。己の肉体のみ、力強さが自慢なんだ。よしよしよし。え？波乗りってどこでもらえるの？もらえない、あ、でも、まずあれか、みかんに会いに行かんにゃいけんから、東大結局行かんのいかんのか。あさぎ東大行こう。別名、輝きの東大。いい名前じゃん。めっちゃダンジョンやん。お、ビビった？お前敵じゃないな。アサギじゃ古くからポケモンが夜の海を照らしてたの。それをお祭りしてできたのが、灯台です。え、お祭りしながらできたの？テンション高いの。ピカピカの窓ガラス、自分の顔が映ってふう。大きなこと、まあ、間違えた。スタートボタンで間違えた。今後の展開考えて、丹波って何ジムだ、あいつ。丹波ってあいつ何のジムだ。効果格闘じゃないか、ね、ちょっと待って、確認させて。ポケモン見るわ。何使うか。お、コリザルとニョロボ。わからん。なんだこれ、格闘か。見た目だけすげえ格闘っぽいんだよな、ニョロボ。あいつ水だよな、でも。何じゃ、何、結局何わかんねえよ。鳥がいねえんだよな。俺空飛ぶ使えねえんだよ。じゃあ、まあいいや。クルムだって育てつつ。いや、ワニちゃん育てつつ頑張ろう。翼戦闘のままで。え、お前違うんかよ。なんで期待させやがって。
簡単に登らないよ。マジ。マジ。そんないる？一歩ずつ行くわ。あ、落とし穴？なんだこれ。ボロ出てるとこの。はぁ、あ、ここでだいぶいなくなりそう。ここは遊ぶ場所ではないよ。張っとるわい。ジェントル。カーネル。ガーディー行くんじゃないか、お前。ああ、よか、よくねえ。あ、よりのずく。方法は使えないのか、どちらでしょう。はっけーレベル。何つ、まあ、ここ、綿飴出せば、盤石なんだが、まあ、ワニちゃんを出しましょう。ワニちゃん18にしたいな。絶対18で進化でしょ。はまめ、あ、鎖折ってからに。お前だってこうじゃん。マジで？だから強えんだよな、夜のずく。エスパーも入ってくからよ。これ、怒りの方がいいかな。何してくるかによるけど。レベル差がある。もう、敵が全部格上。これ、泣いてても大丈夫なように怒りをするんですよ、こうやって。こうやってって言ったのに。効果が。めっちゃ寝かすやんけ。催眠術と鳴き声しかないのかな。そんなポンコツ夜のずくおるか。あ、続いてた。強っ。マジで。ねえねえ、起きてよ。ちょっと疲れてるし。全然。まったく。もうめちゃくちゃ起きて起きてっつってるよ。寝かしたのにすぐ起こして、これサイコパスか。なんかサイコパス評論家の人はなんか、ん、この世は定義的にはサイコパスではないですね。見破ってきた。これ全部技出たな。こいつ攻撃つつくしかないのか。つつくしてこいよ。おい、もういいよ。でもつつくってあれか？飛行ってなんだ？物理か？翼出そうや。いや、やべえ、食べられちゃう。ついばめられちゃう！無理だ。あの、綿飴助けて。綿飴助けて。綿飴も言うてレベルは低いんだよな。一番高いのが今ワニちゃんとかその辺だから。ワニちゃんと小錦、小錦もまあまあレベル高いんだよな。え、嘘、そんな食らうのか。え、強くない。いや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 、全然食らわんやんか。寝かせんなって。負ける負ける。負けんねー。オッケー。諦めたな。マジで綿飴と思われたか。よしよし。あ、電気飛行よ。今一つなんや。へぇ。逆はそうでもないと思ってたわ。強いわ。もう真剣だな。バカにしとるんか。子供が来る場所じゃない。え？お母さん。今この、おじさんが、なんかすごいバカにしてた。今日お買い物行ったら、管理者くん。優しそうな動画売ってたから、マジかよ。らしいんで、ちょっと、行ってみますか。引き出す。ありがとう、お母さん。嬉しいわ。まだ使うことないけど、当分先だわ。サンキュー。高いんだ。意外と高いよな、無重力プレーって。次、ガンガン行こう。もう行く、ここ行かんといけんなよ。あ、戦うの良かったんじゃないか、ここ。チクッタ。行
元気くんなや、ニョロも。まあ、ニョロポンがいるからもう、使うことはないなと思ってたし。ウリホ。お、水でポウ。水でポウしてきたぞ、こいつ。逆にいいのでは？おー、張り切ってる！ふぅ、やる！交代だ。あわ、なんで急に急に泡出してきたけど、水鉄砲や。水鉄砲じゃない、怒り怒り。ここで怒っとけば、そう、効果今一つを狙って、ニョロモで攻撃力上げさせてもらうわ。これ賢くない？やっぱ怒り強えんだよ。低レベルが成り上がるためにはさ、矢沢になるためにはさ、こうやるしかない。なんで水鉄砲吸収に当たるんや。あと一回、よしよしよし、ナイスナイス。なんで交互なん？アメとムチみたいな感じか。あ、シャボン玉石鹸なのかな。これもノー交代で、ノーチェンジで行かせていただく。ゾになっとるやん、もう全滅やんか。オタマジャクシ系全滅や。どんぐらいから、うーよしよし、そんなもんか。勝ったやろ。ズドドドドン。あれ、え、次でいけるわ。なぜ交互だ。よし、いや、もういけた。これはいけた。もう完全半分超えるやろ、これで。よーし。オッケー。グードンパン、進化ドーン。ワニちゃん進化。来た。来た来た。おめでとう。やっと進化した。しゃ。イエーイ。アリゲイツ。進化したぞ。この野郎。ゼロ感見えるか。進化記念や。アリゲイツ。大アゴポケモン。ペロン。アリゲイツ。大アゴポケモン。牙は抜けても次から次に生えてくる。いつも口の中には48本の牙が揃っている。牙すげえ。牙すげえ入ってるじゃん。一回か帰りますね、ちょっと。お金と、アイテム節約で帰ります。で、あー。なんだあいつ。なんか持ってるぞ。宝物か？大丈夫。よし。逃げた逃げた。バカね。バカ。やられまって。どういうこと？はい、怖っ。いやー、ちょっと見えてるもん。絶対これ捕まるやつやん。はい、あー、ちくしょー。俺の代わりに誰か引っかかって、その間後ろ通るとはできないんかよ。ちょっと勝負してもらいますぞ。くそー、見たいかよ、ジョージ、ハリスン。うわー、マジかー。いやマジかよ。うわ、なんかいるし。うわ、しかもあえて持ってる。なんこいつね、ほんと。マジか。悔しい。マジか。いやいや、いや、でも、お前のおかげで、ベイリーフ突破できたのはね、本当に功績としてはでかいわ。でも嫌い。でも嫌い。うわぁ、もうこっち。もうこっち来ちゃったよ。いや、でも諦めない。またクルムだけを出す。
やもう変に出してくんなよ。吠えるな吠えるな。かけさしてもらうわ。大変多量の砂をかけさはーん。これ全員行くんじゃないか。ガーディ出せ。もうガーディ出しそうやけど殺すわもうこいつ。出た瞬間終わりやからな。セーブしてレポート書いてねえよ。こんなちょっとあってこれやばいぞ。ナイス。あぶねえ。ワニちゃん強え。よし、オッケー。防御高いな。毒針覚えたい。きたきた。覚えらせる覚えらせる。どっちがいる、何がいらんかって言ったら、まあ、丸くなるかもしれんけど、デバフ的な、なんか、バフデバフで耐えまくるっていうのでいけば強いんだよな。居合切り邪魔だわ、そうなってくると。引っかくの代わりに居合切りで、頑張ってもらおうか。一旦引っかけそう。いや、レベル低くなっちゃうから、どうしても耐えないといけないんですよ。それが辛って。やばい、これもう行くわ、ワンちゃん突破する。無理だよ、ダメだ、ダメだ。これやってられんわ。超えられたら終わりやって。こやらでガーディ出されたらもう、同担拒否なのに、場に出した愚かな人間としては、俺扱われちゃうもん。じゃあ、そうか、そういうパターンか。あー。お、せいせいするわ。よし。まだまだ修行は足りないな。いや、めちゃくちゃ怖かったよ。名前なんて言うの？なんだっけ？ジョージか。みかんさんはもともと岩タイプなど、岩タイプのポケモン使うポケモントレーナーだったのだ。なぜ鋼に目覚めたのか知らんけど、とりあえず。ね。お別れです。俺だけのオンリーワンの存在と思ったらお前、他にもおったわ。俺もね、もうダメだわ。お前と一緒に旅できねえわ。なんか、お前を見るたびにジョージの顔を思い浮かべちゃう。ごめんな、さよならだ。なんかそのアイテムだけは大事そうにしてるから、持ったままにしよう。ね。特にこっちに、何？俺が受け取るようなことはしないよ。また殿堂入りしたらな、遊ぼうな。じゃあな、アイフル。また会う日まで。じゃあ誰か誘わねえけんか。誰か誘うか。誰か誘う？とりあえずスチアート行くか。だってダウンホース何覚えんだよ、こいつ。ダウンホースちょっと行ってみるか。なんか全然、強そうな感じしないけど。何覚えてんだっけ？お前が覚えてるわ、忘れちゃったよ。お、催眠術あるやん！お前！一気に頭角現したな。お前使おう。お前使うしかねえわ。催眠術とかお前。やば。